佐賀市に住む60代の男性から現金250万円を騙し取ったとして、静岡県の64歳の男が詐欺の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、静岡県藤枝市の自称大工、平野光弘容疑者64歳です。警察によりますと、平野容疑者は先月15日、佐賀市の60代の男性に共犯者と電話をかけ、 サイトの未納料金があり支払わなければ裁判になる250万円を指定する住所宛に宅配便で送ってなどと嘘を言い現金250万円を郵送させ騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています男性は詐欺と気づいて警察に相談していて現金の送り先が平野容疑者の住所となっていたことから特定されたということです調べに対し平野容疑者は 金を受け取ったことは間違いないが詐欺の金だと思っていなかったと容疑を否認しているということです。